皆さんこんにちは。今回は新スペダのね、乙女革命マチカ新竜王級やっていきたいと思います。では行きます。今回はね、サブと一緒に2人で行きます。はい、デッキがしっかりしてればニアカでも全然いけるっていうのが分かったんで、はい、やっていきます。まあ悲しいっすけどね。なあ、サブとね、本赤でやっていくみたいな感じで。今回難易度的にはそんなには強くない気はする。うん、特攻が俺残かなと思ったんやけど、あの種族特攻っすね。侍と騎士とあと英雄が特攻なんですよね。なんかスキル特攻じゃないの初めてじゃない？だいたいスキル特攻なんだけどね。じゃあ持続入ります。このパワーが強えのよ。本当にぶっ壊れカードが出てきてやばいっす、本当に。こんな感じで道中できますね。本当にぶっ壊れ。修正入ってからもうえぐいことになりましたね。うん、いや、あとマチカ覚醒おめでとうございます。かなり強力になりましたね。防御破壊必中帯2回っす。えぐいっす。はい、じゃあボス戦でございますね。生徒会っていう抜刀。まあこんな感じでね、デバフが痛いんですよ。でこういう時パワーもう一回追いだきしてもいいかもしれないですね。追いだきしとこうか、一応。とりま追いだきして。まあ今回は必中古文と必中は絶対必須かもしれないです。防御スキルは多分見切りしかつけてこないですね。破壊負荷の破壊負荷だったな。上書き負荷か。たまにね、わからんくなるよな。破壊負荷と上書き負荷が。はい。じゃあ早速。その乱丸入れました。決戦の乱丸っすね。だってニアカだと無理やりこうやって役持っていけるからいい。新しく種族がね、侍追加されてね。でまあこう状態異常かけてくるけど、パワーのおかげで解除してもうえぐいって。本当にえぐい。サブアカもね、なんとかパワー引いたんですけど、家臣がいないんですよね。あー、どうしようかな。
さ振って合体持ってこ、よし、あ、惜しい、倒しきれんかったか。運が良ければワンパンもできるんで。本当持続があるかないかで難易度変わってくるで。で解放っすね。ここで俺暗闇かけんとね、あのサブが死んじゃうんですよサブが死んでまう。よし入れよう。でなんちゃう、よしこれでオッケーかな。一応ダブルとかいらんと思うけど、まあこんな感じっすね。嘘だ。なんで今回種族特攻が何倍だったかな、結構高かった気がするんですよね。ちょっと後で見てみます。そんなに強くないですね。結構 HP もやおいし。じゃあ3戦ぐらいやろうかな。めっちゃ俺寂しいやつじゃん。でもノラでやるよりは全然いいんで。本当はこうやってフレンドとねやった方がいいんですけどね。僕はね、なんて言ったって友達がいないんで。そう。ドラポをする友達がいないので、どうしようかな。一旦回復入れるか、いや攻撃するか。で一発撃って、まさかレオニダスを入れることになろうとは。そう、今回は本当にデバフが痛いって感じですね。マジでそういう感じがします。あーマジか。こうしよう、今回ちょっと噛み合わない。一回判定しよう。あ、判定してもリセットかけんのか、厄介だな。とりあえず回復してパワーを持続も入れます。こっからよいしょ。いや、タワーダンジョンもやってみたいな。で解放か。暗闇かけんとやばい。来るかな。もう来た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 。うわー重ねてきよったな CPU。 うわーこういう時に限って俺が最後。あでもいいや、ちょっとぐだってますけども。
オッケー、暗闇もかけて次のターンで落とすぞ。はい、こんな感じですね。あとはもう攻撃、あーどうしようかな、これでいったな。ダブル合体多分倒しきれんと思うんですよねこれ。まだよし、切るぞって言ったけど無理だったちょっとサブの方がな、いないんだよな種族侍騎士、あと英雄か、めっちゃ時間かかっております。このターンで突破しよう、このターンじゃないこの回で。オッケー、多分これでいくかな。いい、はい、お疲れ様でした。まあ今回は下りましたね。やっぱり3人ぐらいが安定しますね。うん、2人だとちょっと効率が悪いというか時間かかるっていう感じがします。あ、今更なんですけどこちら攻略動画ではないんでご了承ください。あくまで記録動画みたいになってますんで、はい、すいません。あとやっぱり新竜王って経験値がうまいからな、ありがたいよな。あと不満なのがやっぱりサブアカの方ドレインコブ欲しいなっていう感じはしますね。もう一回サンリオコラボか進撃来てほしいな、マジでドレインコブが欲しい。あ、これもう突破しそうだな。まあ、いっか。うん、するね。けい。ボス戦でございまーす。あんまり新竜王級にしてはあんまり攻撃力はないよね今回ね。バット破壊貫通負荷もいいな、やっぱ静か御前入れるのもいいっすね。どうしようかな、一発攻撃するか、今回持続が来ねえ、入れよっか、ここで入れよう。まさかレオニダスを使うことになろうとは。で下げられると、
いや、ちょっと3体内クリアしたいな。リーバイ、サバカリバイ行きます。あ、来た来た来た、一応ダブル。お、行きそう。オッケー、今回は2ターンでクリアできたね。はい、まあこんな感じですね。まあ多分参考にはならないと思うんですけども、今回は優しめですね、結構そんな感じはします。デバフがきついだけであって、そこまでめっちゃ強いってわけではないかな、今回は。まあ潮流高級が今後どうなるかですかね。まあこんな感じでした。じゃあ今回はここまでにしたいと思います。チャンネル登録まだの方は、チャンネル登録と高評価していただけると動画の励みになりますんで、お願いします。それではお疲れ様でした。またねー。